おはもる、どうも紅茶ガーデンです。今回なんですけども、お店やってるわけでもないし、趣味でねメダカを増やして YouTube に動画を投稿している人のメダカの稚魚ハリコの飼育方法を動画にします。まあいろんな環境でね、いろんな飼育の仕方をしている人はいるとは思いますが、この人はこんな方法で飼育しているんだとか、軽い感じでね見ていただければと思います。で、動画を見ながらね解説していく感じになるんですが、まずなんですけども、サバンナメダカさんのメダカくじで当てた、ヤフオクで25万円で売れたゴブリンっていう種類ですね。その子がなんと1匹落ちました。落ちました。はい。原因はね、痩せ細り病ですね。で、私の中で痩せ細り病って結構謎でまだよくわかんないんですけど、屋外でもなるし室内でもなるんですよね。ただメダカはね、数飼育になるんで1匹とか2匹落ちてもそんなに気にならないから気にしてはいないんですが、ペアで飼ってる子がそうなるとやっぱ目立ちますよね。赤虫とか池江とかは試したけどやっぱダメでしたね。なんでなっちゃうんですかね。外でもなるし中でもなるしね。まあでも大丈夫です。メダカはね調子がいいと毎日卵を産みますから、ハリコとチユの飼育さえしっかりすれば、確実に残せると。私もねそんなにうわーやばいどうしよう落としちゃったって感じではないじゃないですか。顔に出ないのかもしれないですけど。で、親のゴブリンはねこんな感じです。はい。で、何匹かねちゃんと取れてるんで、取れた子たちはみんなね今外に出しております。ゴブリンちゃんたちの子供ですね。ちょっとこの子たちどんな感じで育ってるか見てみましょう。で、メダカの張り子って生まれて 2,3 日はお腹に栄養たっぷりのヨークサックがついているので、ご飯はあげなくても大丈夫です。で、その後は我が家ではブラインシュリンプをあげていますね。水道水に塩を入れて28度ぐらいにして24時間エアレーションして孵化します。なんでね若干めんどくさいんですが、やっぱりねブラインを上げた方が生存率は格段に違いますね。ちょっと忙しい時とかは粉餌をあげてます。でもやっぱりブラインが一番です。ミジンコとかゾウリムシ使わないのかって話なんですけども、使ってないですね。ゾウリムシ使わない理由は臭いからです。別にブラインシュリンプで代用できるんで必要ないかなって感じですね。で、次の死因が多いのが温度変化です。5月とかだとね朝晩気温の変化激しいですよね。あれでね結構死んじゃう子がいるんですよ。なんで室内でエアコン管理だと外より生存数は高いです。で、次に水質変化ですね。これも良くないです。私は外に出せるサイズになるまでは水替えもしません。ハリコは足し水もねしませんね。もう極力変にいじらない、これが大切です。もちろんねエアレーションは禁止です。みんな流されてね体力使って死んじゃいます。エアレーションもなくて大丈夫です。で、光はねやっぱあった方がいいですね。ライトつけたりとか弱めの太陽光に当てるのがおすすめですね。あんまり直射日光にしちゃうと水温が上がってしまうんで、そこはエアコンとかカーテンとかでなんとかする感じかな。はい。で、ゴブリンちゃん見てください、大きくなってます。サバンナメダカさんから固定率結構高いよって言われてたんですけども、確かに固定率高いですね。ちゃんとね背中にラメの層、アグニンとか黄色とか青っぽいラメも見えますね。これでねなんか変な子とか真っ白の子とか、あんた誰みたいな子が出てくるのかなって思ったんですけど、やっぱちゃんとゴブリンしてますね。はい。で、あとメダカの張り子稚魚にいい方法なんですけども、メダカがいいサイズになってきたとか、メダカらしくなってきたら、もうそうなったら速攻外にポイッ出しましょう。1週間でもう
見違えるぐらいボンってでかくなります。2倍ぐらいになりますね。見てください、ゴブちゃん光体型なんですけども、みんなちゃんと光体型ですね。固定率高いですね。ピキはね、なんか違う子がいてもおかしくないと思いますけども、ちゃんと光体型です。お外はね、ボウフラとか虫とか、あの紫外線とか自然の恵みがたくさんあるんで、ほんとすぐ大きくなりますね。稚魚サイズになれば、容器が大きければある程度の水質変化も温度変化も耐えれるんで大丈夫です。ただ40度とかはダメですよね、さすがに。はい、他にもね、一緒に購入っていうか、クジの子たちですね、まあまあ大きくなってるでしょ。ソウコウは出したばっかなんでサイズがそんなにないんですけども、ゴブリン、ソウコウ、オオカはみんなね、生まれた時一緒です。で、先にゴブリンを外に優先で出して、あんな感じに大きくなってます。なんでやっぱ外のね、広い空間に置いて、やっぱね、大きい容器に入れて、たくさん食べ物がある、生き餌もあるっていう状態だと大きくなる速度も速いですね。で、オオカはまだ外に出してないんで、やっぱちっちゃいですね。はい、そのうち出します。じゃあどのサイズになったら外に出せばいいのかって話なんですけども、はい、このサイズ、これはまだ過保護にしていきましょう。これ室内ですね。このくらいはまだまだもうダメですはい、これもね、ゴブリンの張り子たちですね。で、お隣さんの、これはマリアージュですね。これもまだ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 ベイビーちゃん。はい、で次こちら、これはもう出しましょう。すぐ出して、もう1週間でボンってなるんで、本当にもうびっくりするぐらい大きくなります。はい、で3月31日にね、採卵したクラウドグレーダイヤとメイコーマリアージュですね。これがで、メダカの卵は合計250度で孵化しますから、3月31日に採卵ってこう私のこの動画上に出てたら、4月10日ぐらいに生まれたんだなって思ってみてください。で、もう3ヶ月かなってサイズなんですけども、これはもう卵埋めるサイズですね。いや、稚魚の時はね、クラウドグレーダイヤ全然ダメがなくて、黒メダカになっちゃうんじゃないかなって心配だったんですけども、大きくなるにつれてラメがたくさん増えてって、もう立派なクラウドグレーダイヤになりましたね。ラメとかの固定率はすごい高そうで、みんなギラッギラですね。びっくりしました。固定率が高いメダカだったら、クオリティの高いをね、お迎えした方が後々良さそうですね。いや、親にも負けないぐらい綺麗なクラウドグレーダイヤになりましたね。いや、最初本当ね、ラメ全然なかったの。はい、こっちのマリアージュもね、立派に育ちましたね。メイコーマリアージュとパッと見そんなに変わらないかな。ヒレはね、まだ伸びてないですね。ヒレはね、あの36度以上ぐらいのところじゃないとあんまりね、伸びないみたいですね。っていうかね、伸びるの時間かかります、すごい。はい、で、ここは、番外編なんですけども、ここは親抜きした夜桜水槽ですね。どうしてもね、産卵床につけられなかった卵が出てくるんですが、そういう卵はみんなね、床に落ちてしまうんですけども、たまにこうやってね、必殺親抜きをするとびっくりするくらい、生まれてきますね。なんで数が取れるのであれば、こういった飼い方でも、まあ、ある程度は残りますね。苔も生えてるし、グリーンウォーターで植物性プランクトンもたくさんいるんでね、張り子も育ちやすい環境ですね。一応こういう小さい水量でも飼えるっちゃ飼えますね。雨の日は蓋必須ですし、夏場はお湯になっちゃうんで、長期的に見るとおすすめしません。はい、こちらもね、別の時期に撮ったクラウドグレーダイヤですね。これ何日だったかな、これ4月19日って書いてありますね。ってことは4月29ぐらいに生まれた子たちかな。2ヶ月いかないぐらいでこのサイズまでいけますね。ここはね、あの棚の間に入れてるんで、雨とかも入ってこないし、直射日光にもならないです。あの稚魚の頃はあんまりラメがないでしょ、心配になるでしょ、黒目高になっちゃうんじゃないかなって感じはするんですけども、大丈夫です、ラメがすごい出てきます。はい、いかがでしたでしょうか。梅雨も明けましたし、メダカの季節なので、ぜひね、ブリードもチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
もう子供が大きくなって親とそっくりだと感動しますよ。まあ、たまにね、あんた誰みたいなメダカも出てきますけどね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。